こから始める？頑張ろうぜ。あの二つの事件を解いちまうなんてただものじゃねえみてえだな。それならこっちもとっておきの事件を披露するぜ。あれは一通の招待状、いや挑戦状から始まったんだ。そうそう、言い忘れてたけど、僕江戸川コナンはある理由からこの事件に参加していないんだ。つまり今回は、え、俺？名探偵毛利小五郎、最高のパートナー。信じられない、撮影の当日に酔いつぶれてるなんて。興奮しちまってなかなか寝つけなかったんだよ。おい、毛利さんはまだ来ないのか？あ、来ましたよ、毛利さんです。とにかくいいとこ見せてよ、こんなチャンスめったにないんだから。何やってたんですか、もう間に合わないかと思いましたよ。さあさあ早く乗ってください、すぐに発車ですから。はいはい、すみません。早く早く。よしと、これで全員だな。俺たちも早く乗ろう。あのヒロさんがまだ。え、そういえば見てないな、来てないのか？ええ、どこにも。やれやれ、仕方ないか。全に二日酔いだな。もう大丈夫なの、お父さん。ふん、どうせ作られたシナリオだろう。それに今回呼ばれたゲストの中でプロの探偵は俺一人みたいだしな。聞き捨てなりませんね、今のセリフ。おっさん、あんまり人のこと見くびるもんじゃねえぜ。口は災いのもと、気をつけた方がいいね。え、あ、すみません。ほら、お父さんも謝って。なんだいつら。あ、この部屋じゃねえのか。ああ、そこは空いてるみたいだぜ。番組プロデューサーの部屋だったのが、本人遅刻して乗り遅れたらしい。あんたらはおそらくそのもう一個向こうの部屋だろう。ああ、こりゃどうも。おお、ここだな。どうやらあの人たちがライバルみたいね。お父さん大丈夫そう？平気だよ。あ、そう、ならいいんだけどさ。で？何を？なんでお前までついてきてんだよ。
番組に呼ばれたのはこの俺だろうが。いいじゃない、興味あったんだもん、テレビ。ったく、せっかく芸能界の可愛い子ちゃんたちと知り合うチャンスだったってのに、こぶつきじゃあな。なによそれ。あ、はい。あ、モールさんとランさん、荷物が置けたら食堂車まで来てもらえますか。まず全員の顔合わせと簡単なミーティングがありますんで、よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。今回皆さんには雪国の温泉旅館を舞台にしたある殺人事件に挑んでいただきます。といってももちろん仕込みの事件ですけどね。プロの皆さんが目の前で起きた事件をめぐってその推理力を競い合う、その名も推理コロシアム。どうです、燃えてきたでしょう。じゃあまずは皆さんに自己紹介でもしてもらおうかな。そんな必要もないでしょう。まったくだ、部屋に帰らせてもらうぜ。名前なら台本に書いてあるよ。ちょっと待ってください。そうだ、せっかくですから一つ余興でもやりましょう。おい。は、はい。今から皆さんに紙をお配りしますので、そこに、そうだな、皆さんの今一番欲しいものを書いてみてください。なんだよ急に。まあまあ、僕は少し離れたところ、そうだ、あそこのバーカウンターにいますから、かけたら裏返してこいつに渡してください。いいですね。お願いします。ああ、おい、せっかくだからお前も何か書いてみろよ。はい。今一番欲しいものね。ああ、二日酔いの薬だな。さて、皆さん書けたようですね。それではこれから僕の超能力をお見せします。おい。は、はい。集めた紙を一枚ずつ折りたたんで、その上に後ろの棚から適当なブランデーを選んで置いていってくれ。はい。実を言うと僕はブランデーが大好物でしてね、それでいつからかブランデーの気持ちが分かるようになっちゃったんです。本当ですよ。今からここにある6本のブランデーに、君の下に置いてある紙に何て書いてあるのって聞いていきますからね。じゃあ順番に行ってみようかな。じゃ、行きます。
これはもう誰が書いたまで分かっちゃったかな。どなたか睡眠時間と書かれた人いますか？あ、それ僕です。ふん、やっぱりね。悪いな、毎日コキ使っちゃって。いや、その、そういうわけでは。おい、マジかよ。ブランデって人間の言葉が理解できんのか？うん、じゃあ次に行こうかな。これはトロピカルランドのチケット。誰ですか、これを書いたのは？あ、それ私です。毛利探偵の秘書のランさんですね。は？もういい加減にしてよ、お父さん。トロピカルランドって確か遊園地でしたよね。一度も行ったことがなくて。へえ、じゃあ今度一緒に行きませんか。チケットは2枚確実に用意できますよ。え？杉本君、抜け駆けは良くないな。そうだぜ。せっかくここに若い男が3人いるんだ。ランさんに一緒に行きたい相手を選んでもらうってのがフェアだろ。え？なるほど。じゃあランさんに決めてもらいましょう。ランさん、誰と一緒に行きたいですか？ちっ、こいつら。いえ、私はその…僕と一緒に行くんだよね。え？何？約束したんだ。あらら、振られちゃった。どうして？ランさん、すいません、少し調子に乗りすぎました。しかし、こんなに若くて美人の秘書がいるなんて、毛利さんが羨ましいな。私は秘書じゃ。そうだ、よかったら今回の番組に出てみませんか？え？それならちょっと考えてもいいかな、なんて。あ、それよりも私は秘書じゃ。いい加減にしとけよ。はい？娘だよ。え？ランは俺の娘だって言ってんだ。遊園地だテレビだってな、んなの絶対許さねえぞ。は？だってあなたが自分で秘書だって。お父さん、お前もお前だ、まんざらでもねえって顔しやがって。何よ、お父さんこそ娘のことを秘書だなんて言って。もういい、私部屋に帰ってるからね。
ああ、ランさん、き勝手にしろやれやれ、怒ると怖いんだ。まいったな、後で謝りに行かないと。あの、とりあえず続きを始めていいですか。ああ、どうぞ。はい、じゃあ。これは二日酔いの薬。誰ですか、これを書いたのは。ああ、私ですが。それは納得ですね。すみません。ん？さて、次は。これは。どうした？すみません。なんか急に調子がおかしくなっちゃったみたいで。ちょっと部屋で休ませてもらいます。おい、それ元通りにしといてくれ。え、杉本さん。妙ですね。大好きなブランデーと喧嘩でもしたか。ああ、ちょっとジャガーさん。5年前の真相？5年前の真相？何のことかな。よくわからないね。わからないからお部屋に帰ろ。おい、あいつまさか本当の超能力者なんじゃ。バカな、きっと彼が自分で書いたものなんでしょう。いや、そうじゃねえ。あれは俺が書いたもんだからな。ほう。ねえ君、ジャガーさんってどんな経歴の持ち主なんだい。さあ、それが全然。プロデューサーから名前に3のつく超能力者を探せって言われて、たまたま見つかった人らしいですから。兄？じゃあ俺が呼ばれたのも。ええ、実は僕は台本と割り当てられた部屋番号を見てとっくに気がついていましたよ。